さあ続いてはエリアの話題をお伝えするわが町レポートのコーナーです。はい、ラインナップはこちらです。ガロー喫茶シベールで開かれている猿川久夫水彩画教室展の模様をお伝えします。まずこちらです。宮崎市役所そばにあるガロー喫茶シベールで猿川久夫水彩画教室展が開かれています。会場には猿川さんの水彩画教室に通う生徒15人が描いた生物画や風景画などおよそ30点が展示されています。宮古カルチャーセンターの中の、水彩画教室で皆さんと絵を描いております。で、年1回ですね、発表の場としてやってるんです。それがもう15回になってしまいました。専門家じゃありません。皆さん家庭の主婦だったりじいちゃんばあちゃんだったり皆さんとおしゃべりしながら楽しく絵を描く時間を過ごせたらいいと、まあ、そういう考え方でですね皆さん描いてらっしゃいます。今回展示されている作品はそれぞれの個性が光るものばかりで1年以内に描かれた新作がほとんどです。こちらの作品のタイトルはレマンコ。強い日差しを意識しながら鮮やかな色彩の中にある人や物の陰影を捉えた作品です。続いてこちらは魔女のリンゴ。もともとはキャンパスの右下にリンゴのみが描かれたものでしたが空いたスペースを利用して童話のように仕上げた作品です。この展示会は7月30日土曜日まで開かれています。水彩画ならではの優しい色に包まれた会場へ出かけてみてはいかがですか。はい、はい、いやね、猿川さんを中心にお仲間の方の、ね、発表の場。そうなんですよ、ね、あの年に1回毎年この時期に開いてるらしいんですが、今年で15回目なんですって、ね、皆さんやっぱりこの年に1回この展示する機会がある、いろんな人の目に触れる機会があるっていうのはやっぱりやりがいにもなりますよ ね励みになると思いますよ。で、猿川さんは生徒一人一人の個性を伸ばせるような指導を心がけているそうなんですが、でも一番は楽しめることっていうのが一番なんだそうです ね絵って画期を描きます。私はあの絵心がやっぱりちょっとないんですよね。でもあの絵を描いてるところを間近であの画家さんが描いていらっしゃるところを見せていただいたことがあって、まあ、あんなに描けたら気持ちいいだろうなって思っただけです、ね、やっぱりこう描くのってなるとやっぱり難しいかなって思うんですけど、ね、でもなんか一人の時間とかにそう集中できるっていうのはいいかなって、ね、すごく素敵だなと思います。ちなみに佐藤君とは全力少年隊の時のスタンプで絵を描いたんですけど、はいはい、佐藤の絵ってめっちゃ気持ち悪いんですよ。いやいや味があるって言ってください個性がめっちゃ気持ち悪いんですけれども一番使われてるんですよ。そうなんですか。データが出てるんですよ。佐藤のが一番人気があるんですよ。そうなんですか。あざすかな、なんだろう、私めっちゃ気持ち悪いんですけど、はい、だから絵っていうのは、うん、まあ、人に伝わる何かというものはあるんだなっていうね、心をつかむ、ね、以上わが町レポートのコーナーでした、はい。